ちょっとリゾマチいいとこでしたね。着くか。よーし。シアトルの街も好きになった。あ、岐阜方面こっちか。さあと、カーブ、結構カーブね。白鳥はこれから、でも中部中間道ができたら、あ、でもバイパスになっちゃうから、なかなか降りる人いないか、でも、あんな感じでいい街が広がってるんだなっていうのをね、入れておけば。なかなか鉄道も、やっぱターミナル駅完全制覇したいですからね。さあ、帰ってこ。長いな、長いんだよな。まあ急がず焦らず行きます。帰りはダウンヒルメインなのか。まあ天秤にはありがたいですね。まあ焦る必要もね。ぼちぼちと行きましょう。いつでも休めるように市街地側と置いてもいいです。名古屋の方までくの字にしたらちょっとめんどくさいけど、だんだん途中で休もうと思ったら名神乗ってからだとないんだよね。名神からそのまま一宮高速の方に乗って、一宮高速から、そのまま名二館で、名二館とこの辺りが全然あのサービスエリアとかパーキングエリアとか何もないエリアになるんで、大山田までいないんですよね。だから行きに遠いでした。結局高速で行っても、あの大山のパーキングエリアから高速で行っても、次にあのトイレしたところ、ちょっとタンメン食べたところ、あそこまでないんだよね。その距離は高速で行っても結局ないって話なんだよね。ただ下道の方のがコンビニとかありますからね。途中で寄ってたみたいに、スピードがでも高速でずっといた方がさすがに速いのかな。さすがに速いとは思う。ああ。なかなか暗いね。71キロ、ほぼほぼ、つまり71キロってことですからね。まあ80キロで走っとれば1時間かかりませんよってことですからね。ビッグヤマトって軽食スペースみたいなところあるのかな。軽く増えるんだったらちょっとこっちのものも食べたいけど、多分ね、飲食はないんだよね、あそこ。多分自販機が置いてあるだけだと思うんだよな。まあ行ってみるか。
ヤンマークで、まあでもホットコーヒー買ってもいいかもな。意外と仕切るからね。あーコーヒーは欲しいかも。多分あのいいえアペックスのいいベンダーマシンが入ってるはずですからね。この台のところやったら軽く飯が食えればなおよし。1キロ先までランナウェイランナウェイ。残り 500m 高いフライ坂でランナウェイウェイ。意外と使えてるのかもしれない。ああ 500m だ。よしヘッドアップヘッドアップ。パーキングに入るぞ。痛いぞ。やっぱちょっと疲れてるっぽいから休むぞ。どんな感じなんだろう。初めて入るよ。長島みたいな感じだよね。力入れますよと。はいはいはい。どうしようかな。そんなにしか。余裕？よし、ちょっと中見てこよう。カメラ持って帰りか。水沢とスマホで撮ろう。そしてサバの環境しよう。いや、サバの香りはいいんだけどね。うん。うん。いや、すごくサバが充満してんだ。よし。